どうもこんにちは、今回はですね山口県の周防大島、久しぶりにね行くんですけども、今回はですねゲストとして愛知県名古屋市山市鋼さんという会社があるんですけども、そちらからですねお客さんを招いて、一緒にねキャンプをしてみたいなと思います。焚き火台なんかをね作られている会社なんで、いろんなお話を聞ければなと思ってます。久しぶりに来ましたね、この辺は。周防大島っていうとですね、だいたい陸奥とかそっち側に行っちゃうんで、この辺来ることあんまなかったんですが、お、これかな。おはようございます。はじめまして。もうお二人とも撮っても大丈夫ですか？はじめまして、よろしくお願いします。じゃあ、お先にいただきます。じゃあ、すみません、いただきます。これが、火焚きですよね。これがまたちょっと面白い構造なんですよね、このピンの構造。ちょっとこれでピンで止めて、こうやってやるとこの形が構成されますよと。で、これ端回買えば四角くなる。で、これも今カタカタ入れてましたけど、このごとく、はい、さらに広がるので、これでしっかり固まるようになります。で、固まった後に今度今はここがせり上がってるごとくがあって、はい、これが下にこんな風にはまる。これだから要はこの上のごとくも噛むし、はい、これも噛んでるし、この横も噛んでるから、もうがっちり、ガッチガチですね。ガッチガチですよね、本当に。上にこういうようなのを取ると、なるほど。ちょっとすごいロストですね。この上に肉を焼くっていう形でやります。このロストルもまた太いんですよね、すごく。太いですね。8ミリを使って、あの蓄熱を高めているんで、この前もお客さんでこれだけくれってお客さんがいらっしゃいました。このロストルだけですか？だけ。ああ、確かに。これいいよねって。
なんか例えば他の焚き火台とかでも利用できそうですよね、こういうなんかそれぞれのパーツというか。そうですね、うん、使えてしまうんで、みんな考えてやってもらえると。焚き火だけをするんであればこのものを使っていただくと、はい、焚き火もできます。これは要はいわゆるスパッタシートじゃないですけど、そうですね、そういうものですよね、はい、これはチクチクしないちょっと変わったの。普通あの皆さん使うときに焼けてチクチクして嫌だって、はい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 、これはそういう材質のものではないです。なるほど、ガラス繊維とかじゃないやつ、はい、ここに使ってある縫製してあるやつもこれも同じ材質のものを使ってるんでこうつけることがないんですよ。よくみんなこう焼けて取れちゃうっていうのがあるんですよ、はいはいはい、それを使うと。これ焚き火やってる時に裏から手かかげても、大体裏から350度ぐらいで燃えてるんですけど、はい、パッて触れてしまうぐらい、あじっと触ってるとやっぱ熱ったんですよ、はいはいはい、それぐらい安全なものってなりますね、冷ますやつですよ、お肉を休めるための寝かせるためのものですね。これでもうパラパラにはなる。これ結局これ乗ってるだけかと思ったら違うんですね。穴があってここにこれ噛み込むと、あーなるほど、ここら辺まで出てきても大丈夫で、あ多分こんな頑丈なやつはないと思うんですよね、うん、こんな太いのソリッドつけてないですもんね、普通パイプですもんね、めちゃめちゃ太いですからねこれまああったとしてもそう、まあ、そうですね、大体パイプですよね。そうこれがあの火焚きのメインのフレームが普通に使ってるじゃないですか、はいはいはい、起き上げだけ細いっていうのがあかっこ悪くなるんですよ。まあそのバランスを取ってってことですよね、見た目全部揃えると。これもだって耐荷重そうそうですもんねこの子の買ってても全然大丈夫です、ですよね。これを置いてあげるとこれも丈夫なんで、このまま買ってもいいぐらい重さで全然大丈夫ですね、はい、そんなのもので、これをここの横に置いといてあげると一応これもお肉休めてできるで、焼いたものを休めてまたちょっと最後に焼き色つけるっていうような流れと、あとは今これまだ、試作中なんですけど、はい、ここにはめ込んで横の調理したものを置く台台ですね。でこいつは横にもずれなくてずれないようになるよっていうようなものですね。よくできてる、はい、このやっぱ太さが、ね、あれですよね。そうですね、普通の焚き火台の太さではないですからね。これ何ミリでしたっけ？12ミリです、ね。ここが12ミリ。で、ここが8ミリでしたっけ？12ミリ、8ミリのこのスクエアも12ミリのスクエアで。12ミリ。もう本当に頑丈に作ってはあります、ね。頑丈です。さっきあの鈴木さん乗られて、分かる通り、はい、もう人が乗っても全然大丈夫っていう。ね、100キロ乗っても大丈夫なんで。昔前の象 の, この, あの筆箱とするそうだと壊れないっていうこの状態が火焚きのフルセットフルセットですね。ロストルとごとくとピザの焼くものとあとはそこの置き台、置き台がついてると、あと火床ですね、焚き火用の火床、はい、いろんなものがいらなくてこの形で焚き火を焼けていただくのが一番その火を楽しめる。なるほど、薪が直接見える状態でこういう風にして焼いていくと、ここのピンとこの初回を入れてピンを緩めてあげてこの2本緩めたらこれでおしまいなんでこれ撤収できるよと。なるほど、だから本当焚き火だけを楽しみたいという時は結構シンプルに持ち運びできるってことですよね、はい、うん、いろんなものをやろうとすると拡張性があって、なるほど、はい、本来はこのすごくシンプルな形なんだけど、はい、例えばピザを焼きたい、お肉を焼きたいとかいろんな料理とか、はい、こうテーブルとして使いたいとかってことになると、まあ、拡張性がかなり高いと、はい、うん、これで本当に神様の料理が格段にこう、今日はあのこれでちょっといろんなね料理をしようと思ってますんで、よろしくお願いします。
次の材料が、ここが一応ステンレスでもっとピカピカなんですけど、これもステンレスですか？これもステンレス。あ、うん、しかもあのちょっと穴開いて持ちやすくなってるんで、それ逆にあの試作品のやつ送って、うん、あ、そうだね、今度これも置いてきますんで、あ、試作のやつまた送りますよ、うん、なんか明らかに綺麗で使いやすいと思うんで、ちょっと傷がついた時にえってこうショック受けるかもしれないぐらいピカピカなんで、ピカピカです、ね、あ、そうです、鏡面仕上げみたいな、そうです、なんか汚れたような風に見えるじゃないですか、はい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 、でもそうじゃなくて切って傷がついたぐらいの状態になるんですけど、あ、多分、あ、そうかそうか、サンドブラストすると汚れとか傷は目立たないけど、油の汚れがねちょっと目立っちゃいます、ね、あ、なるほど、それ油ですか、これ油です、あのいろんな料理した時は、ああなるほどなるほど、うん、ははは、まあ、この山市鋼さんのこの下着っていうものがその所さんがまあ、絶賛というか喜んだっていう、これ なんで所さんに送ろうみたいな、二人が車で東京行って、はい、所さんのところに、はい、襲撃みたいな、え、世田谷まで行ったんですか、世田谷ベースに行ったんです、え、マジですか、一応アポは事務所にアポは取ってあったんですけど、あ、そうなんですか、あのちょっと焚き火台ってもの作ってるんですけどお話聞いてもらえますかって言ったら、お、いいよ、ここから、まあ、お二人喜んで帰ってきたら、はい、今度はデートナの編集長から電話があって、はい、所さんがさ、これ取り上げろって言ってくれてんだって、関東特集のフルカラー1ページになったので、びっくりしました。なるほど。それから今度ちょっと経ったら、そこの関西テレビから、所ジャパンって、1時間の尺の中の、ここ、ここに、多分ここに入れてくれたんだけど、すっごい褒めてくれたんですよ。ちょっとまだそれでお礼を言ってないんで、所さんに。はい、この腕を行かせてくださいっていうのは今の私たちの、なるほど、多分思いが伝わったんじゃないかなと思って、ああ、来たものがあるんですよって言ったら、何持ってきたの、へえ、食べ見てあげるよっていうのはすごく気さくに言ってくださって、すごいいい方、そうなんですね、ここでさ、これで、うん、かむですね、これ下をはめて、この下をはめて、見せる、これを、ここが余裕があるけども、これを貼ると、パンパンになる。ああ、なるほど。やるときは、多分、はい、ここにいた状態で、両方にあると、うん、なるほど、やりやすいかなと思います。こっち側にも貼れるし、こっち側にも貼れるんだけど、はい、まあ、こうの方が作業的にやりやすいですね。はい、こういうふうにできるわけですね。だから要はこの中にいて、はい、こうちょっと秘密基地的な感じに、この際ここにいらっしゃって、ああできると、はい、まあちょっと現実的じゃないかもしれないですけど、この横に行くのはもう無限に行けるみたいなことですもんね、もうどんどん繋がって、なるほど、今回のこの下着に作っていただいたやつがあるんですけど、こういうごとくですね、こういうごとくをどこでもいいんですよね、この十字のところであれば、十字であればいいから、例えば端っこの方に行っておきたいとかってこともできますしね、この辺だったら例えばここでもまた料理してってことができると、はい、でこれがピザ用の溶岩、そうです、溶岩溶岩石っていうんですかね、はい、これも表面がすごいスベスベですよね、岐阜の美濃の方が作られてる、あ、御嶽の溶岩を、御嶽、御嶽ですね、これもだから言ったら日本製ってことですよね、そうですね、日本製ですね、へえ、これ今日はあのコストコのピザをご用意いただいてるんですけど、うん、まあ、例えばそのスーパーのピザとかくらいでも全然焼けますよね、この下着のまあポイントとして、どっちかというとソロキャンプ用っていうよりかはそのファミリー向けというかグループ向けだと思うんで、まあそういう意味ではそのコストコのピザっていうのはいい選択肢かもしれないですね、大きさ的にも、レイアウト的にはどうです、こんな感じがいい、いやいや、もう全然使いやすいと思いますよ、ご家族で行かれた時にその全部やらないから同時っていうのが、多分そこの真ん中の位置にいらっしゃるとすごくスムーズにできる、そうですね、その開発コンセプトそのもの、なんか昔のキャンプってそれこそこう立ってやるとかじゃないですけど、高いテーブルとか多かったじゃないですか、でもなんか最近はもうほんまロースタイルみたいな、ああいうのが流行りになったはなったんですけど、やっぱ家族でやってると
立ち上がったりとかっていうのをどんどんやらないといけないんで、もうめんどくさいんですよね、その低すぎると。この鍋が確か20何センチだったかな、21とかだと思うんですけど、はい、乗せようと思ったら4つぐらいいきそうですもんね、これ大きさ的に。では肉を焼くのをやめて、はい、汁物をやるってすれば、これで2個乗るし、いけますね。下も乗るんで、これだけ乗せられるものってなかなかやっぱり確かにないですね。であとそもそもこの耐久性じゃないけど耐火重がある焚き火台って多分ないですよ、うんですね、あってもなんかこうなんか少しこう歪むとか、ああまあ無理やり乗せるみたいな感じになっちゃいますよね、うん、これだってほんまビクともしないですからねもう全然頑丈です。まあコンセプトとしてはこの同時料理、そうです、ね、だからこれ3つ料理できますよね、この状態だったら、はい、3つ料理できて、なおかつこの下も使おうと思ったら使えるっていう、このロストルですよね。このロストルを、横同士のこう溶接がなくて、うん、全部ここの溶接と長いバーだけにした理由っていうのは、これを洗うときにここを持ってこう擦り洗いしても、もう自分に跳ねない裏に向けても綺麗に取れるよねっていうのを、なるほど、考えて、あと持っていくときにもこう持ちやすい、そのまま持てるってことですね。これもここからここまでこれ一本のつながってるどこにも切ってるところないんですよ。ぐるっと一回り、ここがまた大変で作るときに、これちなみにロストルだけでも売られてるんですか。うん、売ってますね。あ、売られてる。あります。ちゃんとこの8ミリにした理由っていうのも、骨性を上げて美味しくすると。だから、なんだろう、主たるその料理とか楽しむってことはもう絶対守って、あとそれをこう用意したり、まあ、片付けるってところまで一応考えて。なるほど。尾張の大うつけ、ちょうど清須っていうところでやってみて、薪を割るための、はい、くさびみたいなやつですか。一緒に作ってる。へえ。なかなか重心が良くて、これ幕開けでやってるんですか。へえ。昨日ちょうど配布が始まったような感じ。へえ。なるほど。これとくさびでセットです。そう、あとバラなんですよ。あ、バラで、あ、ちょっと持ってもいいですか。はい、あ、本当だ。重心が。ちょうどあのね、美濃のあのなんだろう、刀鍛冶屋さん、はい、がやってるようなこう絵を作られて。へえ。美濃っていうとちょっと馴染みないかもしれないですけど、龍県にあるその関っていうその刃物で有名な町があるんですけど、そこの刀匠さんと一緒に作ってるで。で、清須ってその織田信長のところに、はい、だから尾張をつけてっていう。なるほど。あの清須会議でしたっけ、とかの。はいはいはい。信長私のうちの近所で生まれてるんですよ。あ、そうなんですか。私、信長先輩なんですよ。だいぶパイセンですね。ありがとうございます。はい、そうなんだ。行きました。デモ的に。ああ、すみません、ありがとうございます。デモ的に。見て、ちょうどいい感じの。おお。めちゃくちゃいい。めっちゃ綺麗ですね、今の。すげえ綺麗。デモ的。デモ的。おお。パカッとめちゃめちゃ綺麗でありがとうございます。そうです。これをやっちゃうと、はい、みんな買っちゃうんです。ですね。まずピザを焼くっていうときは下の方ですね。ここに上と下があって下の方にかけると。これからじゃあ2、30分ほどこの溶岩プレートを焼いていくと。デイトナ
で、あれ別に広告費とか取らなかったんですか。あ、そうなんですか。それ所さんの口利きですか。本当に関東の1ページからなので、多分あの乗っけると多分200万ぐらいの、多分お金が、すごいですね。それがただですごいな。多分ですけど、その多分っていうか、あの所さんではないからわかんないですけど、もしこれがこの焚き火台が、いわゆるその5ミリとかそれぐらいの普通の焚き火台だと多分そうなってないと思うんですよね。このやっぱ武骨な感じっていうか、なんか軍隊が使っててもおかしくなさそうな。多分そういうところが所さんが響いたんだろうね。だと思いますけどね。結構あれですよね、そのステンレスの棒を、5ミリじゃなくて8ミリだって言っても、なかなかその8ミリって伝わりづらいですもんね。で、あと触ると全然違うのは分かるんだけど、で溶接とかもやっぱ見てもらえるとすごい丁寧な仕事、丁寧ですね、うん、やっぱ分かっ、そこは見てもらうと分かってもらえるところが、まあ、それはあのちょっとホームページというかサイト の, あの情報がちょっと不足しているのかもしれないですけど、そこっていうのはなかなかリアルで見てもらわないとなかなか難しいところかな。これちなみにコストコのピザですよね。コストコのピザ、結構でかいのみんな知ってると思うんですが、これがそのまま入っちゃうと、おお、すげえ。これはもう家族とかね、グループで大喜びでしょう。もうこのタイミングでですけど、チャーハンの準備していいですか。ああもうぜひともらいたい。ああ、思いますね。そっか、ここにそのままいけるわけですね。なるほど。入りすぎだけど、煙がムスカになっちゃいました。
できました。これが下着で作ったピザですね。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。お、カリって言ってますね。めちゃくちゃうまい。うまい。じゃあ僕もちょっといただきます。最高っすね、コストコのピザ食いながらこれ。本当に普通って大体これカットしてからじゃないと家であとオープン焼けないですから、まんま焼けるっていうのが4分の1ぐらいですよね。そう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 、普通のオーブンではそのぐらいが限界ですから。うん、うまい、めちゃくちゃうまいですね。うまいですか。めちゃくちゃうまい。すごいですね、このステーキチャーハン。ゴロゴロ肉どころじゃない肉が。名古屋といえば、その味噌煮込みうどんと手羽先とみたいな、味噌カツとか。味噌カツもですか。味噌カツも多分名古屋近辺でしょ。
はい、今度片付けですね。下着の片付け。あとは叩けばいいだけですね。どうしますね。これ折り曲げずにこのままあとは収納できると、はい。ちなみにこの網の耐久性っていうのは相当長持ちしますよね、きっと。あの折り曲げなかったら。はあ。折り曲げることによってやっぱ耐久性が下がっていくと。こういうところの銘がやっぱ劣化して、ああなるほど。錆の原因になるっていうのが。はははは。はい、これで出来上がりですね、はい、ありがとうございます。いや今日はありがとうございました、本当に、はい、遠くからありがとうございます、本当に充実した良かったです。海のキャンプってのも久しぶりなんですよね、きっと。良かったです。ロケーションが綺麗すぎてびっくりするまたこっち来ることあればぜひ、ね、はい、僕もあの名古屋の行くときあればあ、そうですね、ぜひぜひ。あとは下着です ね、 そうですね。これ見てる方も多分今回初めて見た焚き火台だと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。